減ったな。年末で利用者増えるはずなのにな。やばい、お金また使いすぎた。やった。隣の店2個近くに置いちゃったわ。研究だった、忘れてた。杏仁プリン玄米茶か。よっしゃ、来た。フェアの開催と修学旅行一緒にやろうぜ。修学旅行とフェアの開催一緒にやっちゃおうぜ。もう
これで修学旅行の途中で、あれが来る。エアライト。重なった。これかなり美味しいのでは。修学旅行生も来たでしょ。修学旅行生にとって空港の雰囲気180程度じゃ半分しかあれなんだな。まあツアーの方が大事だもんね。めっちゃ賑わってる。これかなりいいのでは。せっかくだから自販機とマッサージチェアも置いてあげよう。やばい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 、この収益やばい。77人の48万。
いや、これはやばい。11万3000、48000と6、今回は全部買いそうだなけど。すっげえ、いろいろ重なるようにしたからとはいえ、マジすげえ。靴磨きが研究できます。靴磨き何すっと、薬局と自販機の組み合わせ。ああそうだ、 PC 置いてなかったね、そういえば。 PC ラック、カフェと本屋、本屋と薬局、本屋と PC。 あ、ってことは薬局も追加しないといけない。さっきの収益のおかげでかなり金額が余裕できたから。PC とフライトシミュはいいの？ああ、だったら。
PC と足湯は相性いいの？全体ダウンか。友達と楽しい思い出を作ることができました。青春の1ページどころか3ページ4ページぐらい埋まっちゃって、ワクワク空港のおかげで忘れられない旅となりました。今後も利用させてくださいね。都議権利書もらった。いいの？よーさあ、こっち側広がるのか、マジありがたい。おうおうおう、いいね、いいね。ひらめきの種は誰に使おう。トイレが無難じゃない？いやあ、うん、これでやることしばらくやったからちょっと様子見ていいんじゃね。チェックインカウンターもう一歩増やしたいな。渋滞ができすぎる。うわあ、しょっぱい。いや、この前が多すぎた。結構駅弁発生した。
なんてなんて、とうとうと新録研究部経済新聞って何。相性良さそうだと思ったんだけどな。そろそろもう一個飛行機作ろっか。お金貯めて。食堂じゃね、隅は違うんだ。一気に増えたな。とはいえもうすぐ夜になってお金引かれるから明日になってからかな、飛行機作るのは。いや、13万円必要だった。ゴールデンウィーク。けど売上額徐々に上がっていってんのはわかるからな。忘れてた。格納庫置くところは考えたのにね。
ちなみに言うとこっちなんだよな。そっか、まだ完成してない。次オレンジと変わればいいんだけどな。新しいところをちゃんと行けるようになるのかな。コーヒーレベルアップ。オーフェア開催できる。次何フェアにすんの。フェアの開催を空港宣伝の終わるくらいに。ああ、けど自販機そんな置いてないんだよな。あんま本に興味ある人いねえな。もみほぐし興味が多いの。自販機とかそこまで多いわけじゃないから。ゴールデンウィークでこの程度なんでしょ。だってThank you.
三軒家さんに行ってみようましょうかね。じゃあ、許可いたしまーす。熱とかは？